おはようございます。釣り子 TV です。今日はですね、関西のですね、疑似餌屋さんの青木プロ、 JB トップ50の青木プロのお店 でそこで企画開発されているこういったですね、便利グッズなんですよね。これがスピニング用で、あとベイト用っていうのもあるんですけども、かゆいところに手が届く仕様っていうことで、実はフィッシングショーでですね、ちょっとガイドについてお話伺って、でその後動画にはしてないんですけど、いろいろ細かいですねお話なんかも伺いながら、で青木プロの実際に使ってる竿なんか見せてもらったんですけど、それになんかこれついていてですね、この非常に便利そうで、これどこで買えるんですかなんていう感じでお伺いしていたら、ちょっと動画とかで紹介してくれるんだと1個使ってみますかみたいな感じで1個もらっちゃいました。すいません、青木プロ、本当にありがとうございます。というわけでですね、早速スピニングリール用ね、この時期スピニング使う機会なんかも多いので、これをですねつけてみようかななんていうふうに思っております。で説明がいろいろ書いてありますけども、スピニングリール用ルアー&フックキーパー、今までになかった新しいリールにつけるルアー&フックキーパーですということで、オフセットフックの針先をワームから外すことなく止めることができます。もちろんシンカーもチタン製、本体重量わずか 0.2g ということで、この小さい中にかなりのアイデアと、あとはチタンでこういった成形してね、かなりアイデア満載のものなんじゃないかななんていうふうに思いますけども、SHK 本体の下の部分、 T 型の部分に付属のゴムを引っ掛けてください。上面からがおすすめです。スピニングリールの足の部分にセットします。右ハンドルの方は右向きに、左ハンドルの方は左向きがおすすめです。傷を気にされる方は SHK が当たる部分にテープなどを巻いてください。スピニングリールの足の部分にゴムを一周させ、 SHK のフックをかける部分に引っ掛けて自分の好きな位置にセットして完成ですっていう分かりやすい説明書きが書いてありまして、じゃあ開封していきたいと思います。これね、ちっちゃいパーツだからぶっ飛ばさないように、ちょっと慎重に開けますかね。はい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 、はい、出てきた。中に入っているのはこういった感じで、ゴムが2個とこのチタン製 0.2g の肝になるパーツで、本当に 0.2g なのかな、これ 5g あったら大変だなっていうことで、ちょっと重さの方を測っていこうと思います。どうだろう、 0.2g ってこれ感知すんのかな。あら、感知しない。これね、この測り 0.4g 以上から重さを認識する、そういったやつ買ったんですね。だからこれ本当に 0.2g とかなんですね。これこれゴムつけたらどう、感知しない。ゴムつけてもね、これやっぱり 0.3g とかなんですけど、 0.2g 以下とかそういう感じなのかな。もうめちゃくちゃ軽いですね。でもそんな細かい人間じゃないんで、そこでこれがついたことによって 1g ぐらい増えても、全然気にしないんですけどね。ただやっぱりトップ50で戦う、そういうしのぎを削るプロの方、ここら辺もチタンで作り込んで、ちょっとでも使用感が変わらないようにこういった風になってるんですね。じゃあね、つけるリールはどうしようかな。はい、じゃあつけるリールはですね、こちらシマノのコンプレックス 2500HGS、 これにつけようと思います。これ結構アームで使うことも多いので、これがより便利になったらいいなということで、これにつけていきたいと思います。で、ここら辺よく間違えちゃうんで、はい、じゃあ早速ですねつけていこうと思います。これね、1個がゴムが劣化した時用の予備のゴムっていうことみたいなので、でこのここら辺につけてみようかなっていうことで、こういうね、細かいのってね、俺よく飛ばしちゃうんで、これ飛ばしたら大変だ。ちょっと慎重に。こんな感じでね、この肩にかけておいて、で、こう来て、形はね、シンプルなんですけどね、これを飛ばさないように、もう
片方に、はい、着きました。こんな感じ。あ、ちょっと位置を調整して、あ、結構ねがっちりつきますね。うん、こんな感じで、ほんとね細かい部品なんですけどね、このチタン製のフックキーパーつきましたね。 SHK、 これがまあシンプルなんですけど、でまあ竿をね、これ懐かしのエアリアル、自分はねこの昔のあの常吉のね、このフックキーパーダウンショット主体で使うことが多いんで、これがね一番シンプルで使いやすいなって。あとはね富士の、フックキーパーも使ってるんですけども、こんな感じでまあ竿につけていたんですけども、リールにねルアーを持たせるっていうのはちょっと新しいかなって、今までなかったですねこういうね。これがまあでも一般化したらそのうちあのスピニングリールとかベイトリール、リール自体にこういったパーツがついて売られるようになるかもしれませんね。でこれでこうつけて、はい完成。これ全然ね邪魔にならないでね、まあもちろんめちゃくちゃ軽いんで、そのなんか持ち重り感があるとかそういうのも全く一切ございませんということで、でまあプラグなんかもかけれるんですけど、この形状ですからね、あのダウンショットね、こういった重りとかをかけておくのいいんじゃないかなということで、ちょっとね試してみたいと思います。はい、じゃあいつもの感じでね、あの実際にダウンショットなんかで使ったらどんな感じかなっていう感じでリグっていきたいと思いますけどね、こういった感じで、まあ重りをね引っ掛けやすいんじゃないかなっていうことで、これで、まあちょっと話は脱線しますけども、自分はユニノットが大好きですということで、はい、できた。で、これをこう、はい、こんな感じですね。今ね、つけてみたんですけども、ここの手元にピッとつけて、こんな感じ。ここね、ほんと目立たない細かいパーツなんですけどね、これで投げるときはひょいっと投げて、でこの SHK の優れたところはこの形状なんで、この針先とかをいじらずにこうつけることができちゃうんですね。まあライトテキサスとか、まあ、そういったやつの時に見えますかね、こんな感じで針先を隠したまんまこのパーツにこういう感じで保持させることができるよっていう、でこれが手元にあるよって、これ便利だよっていうことで、ピッと外して針先は元状態のまんまですぐに釣りに移行できるっていう、まあこういう細かい積み重ねがね、あのトッププロたちの超過の源なのかもしれないですけどね。まあ普段ダウンショットなんかだとこういう感じなんでしょうか。これでここからピッと取ってすぐに釣りができる、で移動するときはピッと、かけて、こういう感じで使いますということで、ここにアイデア満載のこのフックキーパーが新しくつきましたというわけでね、 SHK で、これはねあの青木プロのお店のギジエアさんのホームページに行くと、買うことが、すぐできるんじゃないかなと思うんですけども、もうねラインナップされてましたけども、どうでしょうか、こ
こういうボート釣りの人とかにおすすめじゃないですかね。おかっぱりの人ももちろんこれで手返し良くなるようだったらぜひ使ってみた方がいいんじゃないかななんて思いますけども、自分もねせっかく一つお預かりしたんで大切にですね使ってみて、こんな時に便利だよとかね、感じたところをインプレッションしていければなと思います。これとねあとねベイト用の、細かいパーツなんていうのもありますね。それもあの、時期にご紹介できればと思うんですけども、まあこれねこれでこの針先隠した状態でもこんな感じでピッとつけれるよ、ピッとすぐ釣りに行けるよってことね、ほんと便利グッズなんですけどね。便利だな、結構やっぱ便利ですね。というわけでね、本日の釣り子 TV は、青木プロのメーカーの G9 プロジェクトから出ているですね、フックキーパー SHK、 これをですねリールに装着してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。